こんにちは、ミルクティー飲みたいです。ということでね、今年もあと2週間というところで、つい先日今年の、漢字っていうのも発表されたみたいでね、どうやら、漫字じゃなくてね、北だったということでね、来年はきっとね西とかなのかなっていうふうにね、まあ、思ってますけども、まあね、2017年っていうのも、まあ、振り返ってみるとね、まあいろいろねあったなと。今回の動画の中ではですね、僕の個人的な2017年都市伝説ベスト5をね、ちょっと発表しようかなというかね、うん、完全に独断と偏見と気分で、まあ、選んだ、5個のね、都市伝説っていうのをね、今回ね、ちょっと、お話ししようかなというふうに、まあ、思ってるので、今回ぜひね、皆さんゆっくりとミルクティーでも飲みながら、聞いていただけるといいなというふうに思っておるんですけどもね、今日ね、着てるね、この T シャツね、誰だかわかるでしょうか。一見こうイライザっぽい、ブラックアイドピースのね、ジエンドでしたっけ、アルバムのジャケットにもちょっと似てるんですけど、田中角栄なんですよ。個人的にはすごく気に入ってるんですけどね、これ服買う時にね、店員さんにね、こいつマジかっていう顔されるっていうね、まあそんなことはどうでもいいですけども、今回ね、まあベスト5を決めるにあたって、まあ判断基準っていうのはやっぱりこう話題性っていうのはまあ一番大事なんですけど、都市伝説としての新鮮さであったり奥深さとかね、まあ、いろんな判断基準を考慮して今回ね、まあ決めさせて、まあ、いただいたんですけども、まあ、今年もまあ日本、世界、YouTube 界とね、まあ、いろんなね、話題があったんじゃないかなというふうにまあ思うんですが、まず最初にまあ5位を発表する前に、まあ、惜しくもね、ギリギリ入らなかったやつをね、ちょっと紹介しようと思うんですけども、今年のね、6月ぐらいにね、話題になったね、世界的に大流行したコンピューターウイルス、ランサムウェア。コンピューターウイルスなんですけど、まるで虫のように自己複製といってね、勝手にこう増えていくんですよね。それがもう世界中のパソコンとかね、一気にこう広がってしまって、日本でもそれなりに話題になったと思うんですけども、この陰には、まあ、某国が関与してるんじゃないかなんていうふうにもまあ言われてまして、さらには最近ね、ずっとね、高騰し続けてるビットコイン、あの辺ともちょっと関係してるんじゃないかなんて言われてまして、まさにね、こう現代的なこうサイバーテロとかね、あとセキュリティ問題とか、あとまあ仮想通貨といったいろんなこう、まさにね、こう現代的な、そういう怖さみたいなのがね、僕の中で結構ポイントが高かったんじゃないかななんていうふうに思うんですけど、まあそんな感じで、まあ選ばせていただきまして、今回ね、第5位になった都市伝説がですね、今年2017年の4月ぐらいね、日本の都市伝説界でね、爆発的に話題になった、森は存在しない、こちらが5位にね、させていただきました。知らない方からすればね、森は存在しないと言われても、森は存在するでしょうという感じだと思うんですけども、まあ、簡単に説明してしまうと、まあ、例えば映画の、まあ、アバターっていう映画がありますけども、あのアバターの映画の中に出てくるような巨大な巨木、めちゃくちゃでかい、想像もできないような、あのぐらいの木がかつて存在していた。それに比べると、今のこう地球に入っている木々、自然っていうのは森ではないっていう、まあそういうことなんですけども、その根拠として出てくるのがこのデビルズタワーっていうね、まあ、有名なこれなんですけども、まあこの説によれば、こちらがですね、こう出来上がる過程っていうのは、こう地中のね、マグマがこうバーってこう自然にね、マグマが浮き上がってきて、自然にできるはずがないっていうのがね、この説のね、最も大事な部分で、さらにこの構造というのをよくよく調べてみると、まるでね、植物のような柱状節理というね、植物などに見られる構造がね、このデビルズタワーに見られるということで、実はこのデビルズタワーっていうのがかつては一本の巨木で、そしてそれが切られた根元部分が石化したもの、それがデビルズタワーなんじゃないかっていう、まあ、そういう、まあ、完全にぶっ飛んだ説なんですけども、なかなかファンタジーに富んだ都市伝説ということで、個人としてはまあ5位に入れてもね、いいんじゃないかなというところで、まあ、第4位の方にね、いきたいと思うんですけども、第4位は、キテレツ動画配信だね、こちらはね、もう記憶に新しいと思うんですけども、日本の YouTube 界っていうそのね、限定された空間の中で、話題になった都市伝説っていうね、今までなかった形の都市伝説として、まあ、すごくこう多くの人の関心を引いたのかななんていうふうに思うんですけども、まあ、昔からね、よく、まあ、ブラックジョークとしてね、まあ、そんなこと言うとね、お前消されるぞなんていうふうにまあ言ってたけども、まさかそれが現実のものに
なったんじゃないかっていう、そういう意味でさらにこの YouTuber っていうワードと都市伝説っていう今までにない組み合わせから爆発的に人々の興味を引いた話題なのかなというところでね、皆さんもご存知の通り、なぜかですね、僕はですね YouTube の都市伝説系のことで何かあるごとにね自分が黒幕なんじゃないかなんていうね説がね必ず出てくるというところでね、もはや自称 YouTube 界のねアガサ博士だというね、そんな気持ちで今後もね、見ていきたいというふうに思っているんですけども、第3位に行こうと思います。第3位が、共謀罪、共謀罪ですね、テロ等準備罪ですけども、こちらはですね、前年度の、マイナンバー制度、それとなんかも結構連動してこう管理社会というかね、昔の SF 映画とかねアニメのサイコパスみたいに見られるような、管理社会が、このリアルの世界がまさにその SF のような世界にこう近づいてきてるなっていうことを彷彿と、させるなというところでね、なかなかポイントが高いんじゃないかなと思ったんですけども、これは僕はちょっと前に話した LINE の話なんかともちょっと連動してたりするんですけども、この共謀罪っていうのがSNS での、発言なんかもね適用される対象ということでね、前々から関さんが言ってた選別はもう始まってるよっていう言葉はね過言じゃないかもしれないという、そういったちょっとね怖さ、リアリティのある怖さがあるのかなというところで第3位ね、今回させていただいたんですけども、続いて第2位ですね。第2位はもちろんね今年の1月にありましたトランプ大統領就任、こちらが、第2位というふうにねさせていただきます。こちらはもう一般的にもねもう大ニュースとしても、今年の上半期はねもうニュースはもう絶対でこれ絡みだったと思うんですけどね、陰謀論界ではですね別の意味で盛り上がってたと言いますか、世界の裏の支配構造がガラリと変わったんじゃないかとねいうふうに言われておりまして、代表的なところで言うとねベンジャミン・フルフォードさんなんか含めね多くの方がねそういうことを言ってたんですけども、次回のやり継ぎ都市伝説で関さんが訪れる場所、ロシア、そしてアメリカ、そこですね。実はそのアメリカ大統領選の裏で、暗躍してた国があったというふうに言われています。その国が、ロシア。そのアメリカ大統領選にロシアが介入していたということをですね、FBI そして CIA の分析結果からですね、出てて騒がれておりまして、思えばその選挙の時っていうのはトランプさんにこう追い風のようなものがね吹いてたような感じがしましたけども、まさにロシアからヒラリー陣営のパソコンをねハッキングして、さらに SNS 上で情報操作なんかがね行われていたんじゃないかと、本当のところはちょっと分かりませんけども、そういうふうに今アメリカで、言われております。だとするならばこのトランプ大統領就任というのはアメリカの話のように聞こえるんですが、ちょっとマークしなきゃいけない国っていうのはロシアなんじゃないかという、話なんですよね。ということで最後の第1位を発表したいと思うんですけども、第1位は北朝鮮問題です。こちら皆さんの予想通りだったんじゃないかなと、今年の漢字っていうのは、北だったっていうのもありますし、それだけね多くの人にとって、話題になってたということだと思うんですけども、ミサイルの件だけじゃなくてね正男くんの暗殺だったりね、本当に話題に事欠かなかったわけですけども、平成にそんなこと起きるんだっていうようなことがね起こってしまうんだから、もうね本当に北朝鮮っていう国はもう大変な国ですよ。同時に日本人として平和ボケというか平和にあぐらをかきすぎてたのかななんていう風なねその辺を痛感したね1年だったんじゃないかなというところで、実はこの北朝鮮の陰にも皆さんもご存知だと思うんですけど、ロシアっていう国が裏でね、支援してるっていう事実がありまして、その動きっていうのはやっぱりこう気味が悪い、そしてそのロシアの横に常にいるのが中国という国ですね。中国の習近平さんがね今後30年における中国のAI の開発、宇宙開発、そして、国内の発展におけるその30年先までのビジョンっていうのをね、発表というか、提示しましたけどもね、そういうのも含め今後のこの世界の覇権の行方っていうのがロシア、アメリカ、中国、その辺のすごくこう不気味な今まさにこう不気味な状態なのかなという感じがしまして、今後ね世界がどうなってしまうのか、やっぱり一番注目しなきゃいけない国は僕はロシアだというふうに思いますので、今度のやりすぎ都市伝説でもね間違いなく関さんは言うでしょうから、
ぜひね、楽しみにしてたいなというところでね、うん、このランキングね、どうだったでしょうか。皆さん的にはね、ここはこうなんじゃないかとか、これが入るんじゃないかとかあればね、コメントとかいただければと思うので、今回はこの辺にさせていただきます。ということでね、都市伝説とか興味ある方はぜひね、チャンネル登録とツイッターのフォローよろしくお願いします。ということで、次回もよろしくお願いします。失礼します。